久保田正孝様でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。大きな拍手をお送りください。本当に登場シーンからこの映画で引き込まれましたよね。素晴らしい演技でした。おめでとうございます。脚本を読んでこの作品の一番どこに惹かれましたか？そうですね、まあ、人はやはりこう表の顔だけではなくてやっぱ裏の顔がたくさんあって、それも含めてその人だと思うし、そういう多面的な顔があってもいいんじゃないかっていう、すごくそうやってこう人生に苦しんでる人をこう応援してどこか背中を押している言葉がすごく脚本に書き込まれていたので、そこにすごい魅力を感じました。まあ、演技する上で非常にこうご自身として苦労された点とか。そうですね、まあ、本当にこうやっぱり役をどうしてもこう役者は生き物なので情報で埋めすぎてしまうんですけど、あえてそこを埋めすぎず、グレーゾーンをずっと保ったままその時の幸せの瞬間は本当にこう幸せな顔で、なんかこう伏線とかいろんなことを考えないように、逆に引き算のようにお芝居をすることを意識してましたね。監督は逆に言葉で演出をしてくれないことがすごい印象に残っていて、何度も何度もテイクを重ねてこう役というよりはその役を引っぺがして、その役者の中身の部分をもっとフォーカスしたかったみたいで、それはその時は説明してくれなかったんですけど、公開近づくにあたって取材で対談させてもらった時に1年半越しに初めてその心境を聞いたので、はい、そう思ってたんだっていうのがありましたね。なるほどね、はい、目指していること、そうですね、まあ、とにかく本当にもっともっといろんなことをインプットして役者としてもっとこう自分の恥じらいとか固執している概念とかもうそういうものをもっと剥ぎ取るように、なんか剥ぎ取って剥ぎ取ってその先に何があるのかっていうところをもっと見つめていきたいなって、フォーカスしたいなと思ってます。